Hello everyone, welcome to World Hilo Level Pre-2 Unit 1 Session 1、準2級のユニット1、そして、ユニット1のセッション1のレッスンを始めたいと思います。実はですね、このユニット1は以前も録画したことあるんですけれども、撮り直しということで、もう少し分かりやすく、リニューアルした形でお伝えできたらなと思います。さあ、ユニット1は Verbs and Tense、動詞とそして体っていうのを勉強していくわけなんだけれども、だいたいね、日本の学校の学年にして高校1年生程度の内容になると思います。高校1年生になった皆さん、このビデオを参考にして英語で高校生活ブイブイ言わせてください。というわけで Transitive Verb が1回目のレッスン内容です。 Transitive Verb って何のことだろうね。はい、各有私は担当、この級の担当をします。日本語で説明する担当ですね。私アイリーンと申します。 Miss Irene です。Good morning, good afternoon, good evening everyone. I'm Miss Irene. Let's start the lesson. SoWhat is the transitive verb? Transitive verb ってどういうことなんでしょうね。さあ、みんな、英語を始めた時からずっとお付き合いしているこの言葉、verb っていう言葉です。日本語で言うと、動詞っていう言葉です。動詞っていうのは、動きを表す言葉。だよね。日本語の動詞にはある一つの特徴があります。それはね、うーっていう音で終わるということですね。今言った終わる、うーっていう音で終わってるよね。歩く、うーという音で終わってます。書く、うーで終わってるよね。日本語の動詞という言葉はすべてうーという音で終わります。音だよ、文字じゃないよ、音で。英語では verb です。そして残念ながら英語の verb にはそういうあからさまな特徴がありません。ビリンセンでは大きく分けて verb には2つありますよって小さい時から教えていますね。初級の時から、5級とかね、ゴールデンの時から教えてます。それは be verb、 一つは be verb、 そしてもう一つは do verb。 be verb の方はあえて訳すのであれば、漢字一文字で訳すことができるよ。ちょっと文字大きくしていくね。48ぐらいでいいかな。はい。これは、R、こっちです。ね。この文字が B。例えば、我が輩は猫で R。この R、存在するっていう意味の動詞です。ね。なので、ある、だね。そして、do 動詞の方はどうかな。はい、これね、難しい漢字だけれども、これね、実はナスって呼びますね。お野菜のナスじゃないですよ。何々をナスね、あるいはするっていうことになるんだね。うん、ナスするっていう言葉になるわけだね。そして、B であろうが、Do であろうが、動詞、Verb は、また大きく2つに分かれることがあります。B 動詞は必ず自動詞です。Intransitive Verb。ね。英語で Intransitive Verb って言うんだけど、これは自動詞って言います。ね。で、Do にも自動詞と他動詞。Intransitive Verb と Transitive Verb があります。それでは動画を止めて、この部分ノートに書き写してください。 Welcome back。 これはね、 Exodus、 これ出エジプト記って言って、聖書の、古い方の聖書、旧約聖書の、最初から2番目に出てくる物語、出エジプト記。このモーゼという男の人が、イスラエルの民を率いて、40万人だよ、40万人のイスラエルの民を率いてエジプトを脱出するっていう物語があります。その中に出てくるんだけれども、モーセはある日
こうやって自動的に燃えている、燃える芝の木を見るわけだね。実は神が燃える芝の木としてモーゼの前に現れるんだね。さあ、このシーンを英語で言うとどういうふうになるかっていうと、 The bush is burning. One, two. The bush is burning. はい。The bush っていうのは、bush っていうのはやぶだとかこう芝、こっちの方の芝ね、やぶが燃える。じゃあこっちを見てください。 A man is burning bush. A man is burning bush. これ男の人が火をつけてやぶを燃やしている。男の人が燃やしている。 So what is the difference? 違いは何かな、わかるかな。 Bush は burns. Bush burns. この文の主語は bush だね。主語だから赤いお部屋の中に入ってるよ。そして burns が動詞で主語にブッシュが入ってるよね。で、燃えるだね。ところが2つ目の方は A man burns bush だから、主語の赤い部屋に入っているのは男の人です、ね、男の人が火をつけてブッシュを燃やしてるんだね。だからこの動作を行っているのは男の人で、ところが燃えている状態になっているのはブッシュなんだね。この違いわかるかな、まあ、日本語に訳すとこうなります。男の人が芝を燃やす、うん、こっちが他動詞です。 何かに動作が働きかけて状態が変化することをtransitive verb って言うんだね。それに対して燃えるっていう、これ自身が何かこうエネルギーを発するかなんかして燃える状態を自動詞 intransitive verb って言うよ。日本でもね、あのコンビニあるじゃん、私いつもね突っ込んでたんですよ昔から。燃えるゴミって言って、ゴミが自分で燃えたら大変じゃんって。だから英語話すとこういうツッコミが出てくるんだよね。燃えるゴミってほっといたら燃えるわけじゃん、燃えるゴミっていうのはね。だから違うやん、燃やせるゴミじゃんって、ね、あの突っ込んでたんですけれども、そういう意味で燃えると燃やすで考えたらいいと思います。燃えるの方が自動詞で、燃やすの方が他動詞。燃える燃やす、OK? はい。で、燃やすの方、うん、燃えるの自動詞の方、intransitive の方は、比較的実は今まで結構やってきてます。勉強してきてます。で、高校1年生、準2級で一番最初に勉強するのは主に他動詞です。We mainly study about transitive verb. The transitive verb accompanies object directly. 他動詞は直接目的語を取ります。これどういうことなのか、ちょっと他動詞を掘り下げて見てみたいと思います。例文を見てください。まずは自動詞です。Intransitive verb の example sentence.を見てください。 Let's look at the example sentence of intransitive verb. We talk about global warming in social studies class. これは、We talked だよね。で、about 何々についてっていう言葉が出てきている。さあ、この中でわからない言葉もあると思いますから、動画を止めて辞書を調べたりググったりしてわからない言葉を調べてください。頑張って。
さあ、これを、parts of speech 品詞ごとに分けてみましょう。その文のお部屋ごとに分けてみましょう。主語は we です。だから赤いお部屋ですね。主語の赤いお部屋は we っていう言葉が入りましたよ。動詞は talked だね。 talk の過去形 talked、 なんか話しましたとね。で、これは intransitive verb です。自動詞だよ。うん、で、自動詞なので、その後に about 何々についてっていう preposition 前置詞という言葉がついて、で、何について話したのかというと global warming in social studies class ね、global warming っていうことについて話しましたよと。うん、global warming はみんなもう調べたかな。うん、私のクラスでは翻訳主義じゃない、つまり日本語にどうやって訳すかっていうことはあんまりしないんだけれども、みんな辞書で調べてわからない言葉はどん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 動画なので止めながら調べてください。で、リピートしたいなと思ってもどん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 動画を止めてリピートして戻したりリピートしたりこうしたしながら再生したりしながら、自分で勉強していってください。でも今回は初回なので、特別にこれをどう訳すか、これ地球温暖化っていうことです。はい、地球温暖化について話しました。で、さらに詳しい説明が来ています。 in 何々の中で social studies class 社会の授業の中で地球温暖化について私たちは話しましたという文章だね。さっきと全く同じことを今度は他動詞を用いてお話しするとこうなります。 We discussed global warming in social studies class。 さあ、これをちょっとわからない言葉があったらっていうんだけれども、これわかるかな、ね、調べましょうマークがついてるんだけれども、これ調べてください、辞書。ね。はい。というわけで、動画を止めて、Look up the dictionary。うん。はい。というわけで、辞書調べたら、これ自体が、talk about と同じ意味だっていうことがわかるよね。で、まあ、お部屋に分けてみると、主語は we、動詞は discussed。で、Global Warming っていうのが Object 目的語になるわけだよね。で、Transitive 他動詞です。これは他動詞っていう動詞になります。 Two sentences are telling basically the same thing。 全く同じことを2つの文章は言ってるんだね。見てごらん。子供たちが社会で何か勉強しています。We、 主語は同じく We です。 Verb が違います。片っぽは Talked で、もう片っぽは Discussed で、上の方が Intransitive です。こっちが Intransitive で、下の方が Transitive です、ね、自動詞で他動詞です、ね、で、Talked の後にはAbout っていうのがワンクッションあってからグローバルウォーミングっていう言葉が出てきてたよね。ところが Discussed っていう言葉の場合はこういうプレポジション前置詞がなく、いきなり直接グローバルウォーミングがくっついているね。で、どこでかっていうと Social Studies Class。 Talk About、 これは2語で形成されている言葉なんだけれども、これはイコール Discussと同じです、ね、transitive、 つまり The transitive verb discuss includes the meaning of about。 About、 この意味の言葉も中に含んでしまっているので、あえて about っていう前置詞をつけなくてももう何々についてっていう意味合いも含んでしまう。これが transitive verb の特徴です。さあ、今回は、他動詞がどういうものなのか、
つまりね、何々についてとか何々と一緒にとか何々の方へとか何々にとかいう、そういう、前置詞をつけなくっても機能しちゃう動詞たちのことを他動詞って言います。で、この今回のユニットの前半ではこの他動詞についてたくさんお勉強するので、 Important Transitive Verbs、 これは We learn in the next lesson。 大切な他動詞いろいろは次のレッスンでお勉強するから楽しみにしていてください。それでは皆さん、 Bless you all! Bye!